Jag är den tredje och de här kommer du inte att veta. Det är personer som tar över. Jag är människa som har inte varit runt. ナイスサイズでございます。はい。あ、こんにちは、釣りダメさんでございます。タックです。はい。今日ね、天気悪かったんで、タックさんと今後のね、釣りダメさん、いかにみんなに楽しい動画を提供できるかっていうかね、そういうのをなんかちょっと相談するおっさんの、見てください。コーヒー飲みながらね、お菓子とか食べて、二人で、キモい男子会をしてました。いや、今日ね、なんかいろんな、お互いの、なんか、釣りに対するいろんな情熱をね、ぶつけ合って、有意義ななんか時間ができたんでね、今後もさらにパワーアップした釣りダメさんの面白い動画をね、出していけるんじゃないかなと思っておりますね。はい。また楽しみにしておいてください。はい。まあ、最近天気とか悪いですけど、まあ必ず春はやってくるんで、はい。今年も頑張ろうかなというふうに思ってます。はい。まあこんな感じでね、いつも楽しく釣りをね、情報いろいろ、お伝えできればいいなと思ってますんで、よろしくお願いします。じゃあ。二人のおっさんでーす。どうも、タクです。今回はですね、自分がいつも最近使ってる、ブラーの、システムの組み方。まあ、システムって言うと、難しく感じちゃうかもしれないですけど、単純です。ブラーの上に、ホタテミラーと浮きゴムでストッパーをつけるっていうだけなんですね。で、浮きゴムとでブラーの間をこのホタテミラーちゃんがこうフラフラこう細く動いて魚を誘ってくれるっていうやり方です。やってみますんで、本当簡単です。まずはこのラインですね。ラインはちょっと見やすいように黒色のものを使ってます。太さは10号もあります。まあ、通常使うブラーだと、ナイロンテングスだと2号から、まあ、2.5号くらいまでなんで、もっと簡単に組めますんで。で、一番最初に浮きゴム。これをですね、一回通します。この状態だとこう、プルプル、あっち行ったりこっち行ったりしちゃいますよね。これだといけません。で、もう一回、浮きゴムを通します。こうですね。はい。で、こういう形になりますよね。で、シューッと締めて、ポン!こう、ねじれて、ストッパーがっていうか、浮きゴムがストッパーになって、ほら、動かないでしょ?こういう風になります。で、次はこのホタテミラーをこう裏と思ってありますんでね、おるおる、この盛り上がった方から刺します。ほいっと、そうするとほら、ほれほれ誘うっていう風になるわけですよ。で、次にこのブラーをつないでもいいんですけども、僕はもう一度浮きゴムをもう一回通
て、シュー、見えますか、シュー、ポンっていう感じにして、ホタテミラーちゃんがですね、ほら、こういうふうにしています。で、こう誘うと、こうピラ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 っと、こう誘うわけですね。で、これは結構効いてんじゃないかなと思ってます。で、このラインの先っぽを持ってきて、で、ブラーにつなぐということですね。で、このつなぎ方なんですけど、今度違う動画でですね、まあ、どういうふうにやっていいか、またお勉強しますんで、はい。まず今はとりあえず簡単な締め方で、ちょっと締めておきますね。今やったノットは、ちょっと耐久性に欠けるんで、ブラにはお勧めしないです。で、時にはですね、ブラの近くに、ストッパーを持ってきて、それでこう、誘いを入れる。で、また、ちょっとこの間を開けてやって、あっちに行ったり、こっちに来たり、そして、ちょっと誘って、ね、ここになんかあるよ、ここになんかあるよっていうやつを演出するわけですね。で、基本的に僕が使ってるのは、この黄色いブラーに対しては黄色、青に対しては青、で、赤に対しては赤の、ホタテミラーをつけるんですけども、ホタテミラーはずーっと黄色でも構わないです。同じようにお魚を誘ってくれます。要は、ブラーを引き立てるために、ホタテミラーが脇役で頑張ってくれるという、そういうシステムを組んでます。で、後半はですね、水槽でこの動きを確かめてみますんで、必ず見てあげてください。よろしくお願いします。